皆さん、こんにちは。カンタム東京のイベントにご参加いただきありがとうございます。事務局の沼田です。カンタム東京は、有志のコミュニティメンバーによる量子コンピューター勉強会で、発足は2020年のコロナが始まった年で、今年で4年目となっていまして、月に1、2回の勉強会を主にオンラインで行っています。量子プロコンピューティングプログラミングソフトである Qiskit の、オンラインの教科書 Qiskit テキストブックを、今年も少しずつ持ち回りでいろいろな方に解説しながら、読んでいっていますが、本日は特別編ということで、量子ウォークによる探索アルゴリズムの章について、大変有名な研究者である門脇正さんにご登壇いただいて紹介していただきます。皆様よくご存知と思いますが、門脇さんは西森先生とともに世界で初めて、量子アニーリングを提唱した大変、著名な研究者であり、現在伝送及び、産業総合研究所にて量子アニーリング式コンピューターの実験理論や、シミュレーションを用いた研究、また量子コンピューターを活用したアプリケーション開発を行っていらっしゃいます。今回ご紹介いただく、量子ウォークによる探索アルゴリズムの章は、Qiskit テキストブックの中では比較的新しくて、コミュニティメンバーによる和訳や解説もこれまで行われていなかったんですけれども、門脇さんが和訳を提供してくださった縁で、今回その内容も特別に解説していただけることになりました。で、アニーリング型やゲート型といった分野の垣根を越えて、日本の量子コンピューターコミュニティ全体の発展に貢献してくださっている門脇さんに大変感謝しております。では門脇さん、ご準備がよろしかったら始めていただけますでしょうか。はい、承知いたしました。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえています。はい、では Qiskit テキストブック勉強会の、量子ウォークによる探索アルゴリズムを、ご紹介いたします。私はご紹介ありました、伝送及び産総研の門脇です。よろしくお願いします。これはこの URL にあるチュートリアルを今回ご紹介いたしますが、中身としましては、古典マルコフ連鎖、その後に量子ウォークの説明で、量子ウォークの中にはまあこういったものをご説明して、それでじゃあ実際に、超立方体上の量子ウォークっていう具体的な例を考えた上で、それをどうやって量子ゲートで実装するのか。で、我々の目的は量子ウォークをするということではなくて、量子ウォークを使って探索をするということなので、探索をするというのはどういうことか、ここで、実際のあれですね、ゲートの実装をやって、量子ウォークがどういった、より探索がどういったものか、でその実際の実装までご説明いたします。はい。で、古典マルコフ連鎖というのは、マルコフ性を満たす、ものでして、それは何かというと、次のステップとしての確率仮定は、現在のステップのみ依存すると。で、なんでこういうことを言っているかというと、ランダムウォークというのも、マルコフ連鎖の一つだからですね。で、この遷移確率って何かっていうと、例えばこういう遷移確率が与えられると、右のように、それぞれ、例えば A から A に行く確率、A から B に行く、A から C に行く確率、まあ、これはこうですかね、が定義されていて、この例では自分に移る確率が、例えば C が一番大きいですね。だから多くの確率がきっと C に集まってきて、ここが大きくなるというのが、まあ、こういう行列とか、こういうグラフを見るとわかるんですね。で、具体的に定常状態でというのは、計算すればいいんですけど、そういったものを与える遷移確率というものがございます。で、ランダムウォークの説明はこれだけで、
我々の目的である量子ウォークを考えていきましょう。ランダムウォークを、量子版にしたのが、量子ウォークです。先ほど遷移行列というものを考えておりましたが、量子力学の確率振幅を考えるので、これがまあ確率。そしたら我々こういうルートを取ったようなもので表現すると。で、あとは遷移行列ではなくて、ユニタリー行列を使って、変形していくと。で、最初の目次のところにありましたが、まず離散時間の、ダイナミクスを扱う。で、2つあって、コイン量子ウォークとセギリン量子ウォークというのがありますので、順番にいたします。で、途中ですね、シンプルな、構造、グラフとかの上を考えるんですけれども、基本的にはより複雑なグラフでも考えることができます。が、ここではシンプルなことしか出てきません。はい。この図はですね、ランダムウォークと量子ウォークを、簡単に比較したもので、ランダムウォークはご存知のように、このガウス分布。中心が一番確率が高くて、どんどん裾野が広がっていくという分布を持つわけですが、量子ウォークはですね、全然違って、こう端の方に強いピークが。で、まあ、それだけですね、ランダムウォークよりも、より早く遠くまで広がっていくということがわかる。これが1次元で、こちらが2次元ですね。で、まあ、この性質がですね、後々いろいろ、性能とかに寄与すると考えられます。一つ目、コイン量子ウォークですけど、これは一次元の整数の上の運動を考えます。で、位置を J ケットして、コインは、裏表あるので、0と1というふうに表現いたします。で、コインを振って、0が出た場合にある方向。1が出た場合には逆の方向に進むというふうにします。そうするとですね、問題のヒルベルト空間としては、コインの状態と位置の状態、コインとポジションですね、の状態の直積空間になっていると。コインの状態を作るのがコイン演算子 C で、位置の状態はコインによって、右左動く方向が違います。で、コインの状態に依存するシフト演算子で、作ります。コインもですね、いろいろな作り方があって、アダマールコインを使うと、0と1、等確率が出てきます。もう一つよく使われるのがグローバーコインで、これはですね、グローバーの拡散演算子と同じものですね。こういう形、よく見ればこういう形だったり、こういう全部重ね合わせちょっとね。で、行列で表すとこんな感じ。で、これでコインを使うと、アダマールコインとは違って、ゼロのところに大きな確率を持つようなコインを作ることができます。シフト演算子はコインの状態にして、移動させるわけですけれども、例えば、0の時に右に動いて、1の時左に動くとすると、関係はこのように表せます。0の時に、このシフト演算子がここに作用して、1プラス、1の時には1マイナスになります。あと、このコインの状態は変えないわけですね。しますと、S としてどういうものを定義すれば、いいかというと、このこっち側、上の方の半分は、コインが0の、部分空間に作用するですね。下側はコインの位置の時に作用するオペレーターを表しています。ここが、対角要素、ダイアゴナル。もうダイアゴナルの、下に、一つ下にあるということは、これ状態を書くと。次に、一つ、下に行くと、プラス1ですね。これは、一つ上にあるので、マイナス1になるので、ちょうどこの関係を表していることがわかる。
これでコインとシフトの演算子が分かりました。で、量子ウォークをするということは、このコイン演算子をかけて、シフト演算子をかけるという、このユニタリー演算子。二つともユニタリー演算子で、ここからできた演算子もユニタリー演算子で、あれのことが分かります。t ステップ後は、この t 回路系は、初期状態から t ステップ後を求めることができます。はい、ここまでがコイン量子ウォークでしたが、次がセゲディ量子ウォークになります。セゲディ量子ウォークでは、例えばこういうグラフが与えられたときに、このグラフの、2部二重被覆グラフ、その辺を動く。辺を動くってどういうことかっていうのは、まあ、おいおい見ていくとして、このグラフ、ね、グラフが元のものから、違うグラフを作ります、どういうグラフかというと、こういう。この場合ですと、こういうグラフ。ここでこう、例えばこの、頂点に注目して、こう、つながっているんですね。そのつながっている情報は、上の方にあるやつだと、下の方につながる。隣につながる。下にあるものはこっちの上につながる。っていう状態を作ります。グラフを作ります。で、そうするとですね、専用列。そしてはこの n×n の、n 頂点のグラフの、線行列があって、このヒルベルト空間は、h の n の直積空間。この h の n っていうのはこのテキスト、チュートリアルには説明がなかったんで、いろいろ調べて、ちゃんと見つけられなかったんですけど、おそらくですね、n 個の規定を持つヒルベルト空間を表しているようです。N 分の規定というのは、まあ、場所の、この場合です。で、この、この場合と4つの場所があって、それを表す空間の直積空間になっています。で、次に、比較化された状態、後で出てる、これをあらかじめ用意しておきます。この、プサイの J というのは、K の J、あるいは J の K ですと、J から K の遷移確率、最初に出てきましたが、確率はありますね。これ、間違ってんだって、ひっくり返ってるんですね。で、この J から K という、のグラフの辺の、状態ですが、状態で、かつ、K から J だから、こっち側に向いている確率、を使ってこのように定義いたします。で、これを使うと、このプサイ J の遮影は、このように。で、この遮影が、分かると、反射演算子。これは、先ほどのグローバー拡散演算子ですね。何か、この、重ね合わせ状態、できる。機械の演算子とこのようにすると、反射の演算子が、できると。これに対して符号が変わるわけですね。この演算子。で、もう一つ、先ほど、エッジを動くと、変化、変を動くと、書いてありましたが、これはですね、こういうもの、S、シフト演算子を入れ替えるような操作になっていると。で、これが、コインの、役割をしますので、コインとシフトをつなげて、量子ウォーク、セゲディ量子ウォークの、ユニタリー演算子はこのように定義できます。で、t 秒後にはこれを繰り返して、適用して、コインにかけますよ。ちょっとこちらの方がですね、わかりにくかったかと思うんですけれども、あ、そう、その前にですね、ちょっと、グローバー探索のおさらい、これ大事な概念ですので、すでにご存知の方が一回おさらいしておきます。グローバー探索で何をやったかというと、たくさん、こう、次元、大きいわけですけれども、それを
その探したいものの次元空間と、それ以外、まず分けます。で、すべての重ね合わせ状態を作ると、まあ、探したいものっていうのは状態ってちょっとのことですね、大体の場合。だから、ほぼ、こっちの方が、にドミナントな方向に向いていて、で、この状態に対して、これに対して反射をする。つまり、この W、ケット、W ブラ、円を作って、それ2倍して、1を引いたものを作ればよいですね。どっかで書いてます。はい。まあね、はい。そういうになります。ここで反射するというのは、こいつを使ってやね。それから、で、こっち反射する。まあ、マークするという言い方、オラクルでマークするという言い方をしたりします。で、次に、この全ての重ね合わせ状態に対して反射を行う。で、これについて、ここに行きますね。こういう演算式を用意してやると、こっちにいたものがこう行ってこい。っていうのを繰り返すと、最初の状態から2シーターで、止めたい状態。続いて、どんどん繰り返すと、こういく。で、それを、まあ、確率というふうに見なすことができると。はい。ここにリンクが、キスキットに解説が、それを持ってきたんですけども、忘れていることは、ここを見直していただくといいと思います。はい。で、この二つ、ちょっと途中に、関係ない話が入りましたが、コイン、ヨシオ、セゲリオ、等価性。これを細かく説明していると時間が、ないので、ここでは、この参考文献に何が書いてあるか、しかもエッセンスとして、イントロに何が書いてあるかというのを参照しておきたいと思います。で、この論文の前にですね、作者が、著者が言っているのは、まあ、こういうことが言われていたよと。ワンステップセゲディウォーク、セゲディ量子ウォークですね。ラクォンタムウォーク。は、等価ですよ。2ステップのコイン量子ウォークと等価ですよ。ということが、言われていました。またちゃんとした証明がなかったというふうに、著者は言っています。で、それをこの論文では、explicitly showing it is first reflection operation is equal to the global diffusion。 さっき見ましたよね。グローバーディフュージョンで定義されているんだよ。で、2回目の、リフレクション、は、コンビネーションオブ、フリップフロップシフト、と、グローバー、またグローバーディフュージョン。で、さらに他のフリップフロップシフトがあります。こういったもの、として、エクスプリシットに証明できましたよ、というのが、この論文の、趣旨です。で、ここで、まあ、一番シンプルに言うと、セゲディーズ・クンダムウォークっていうのは、2ステップのコイン量子ウォーク、みたいな、まあ、完全にはこうではなくて、フリップロックとか入るんですけど、まあ、だいたいこういうものです。ということが分かっているので、まあ、両方は等価なものであると。ことがすでに知られております。はい、ここからですね、実際じゃあこれを量子回路で少しずつ実装していきたいと思います。超立方体上の量子。チュートリアルは4次元で書いてあるんですが、このページでは3次元でわかりやすく説明したいと思います。3次元立方体の000、ね、は、3つの頂点と、隣接しております。つまり3つの場所を動けるわけですね。だからコインとして、3つの場所を表すことが、方向を表すことができるコインが必要です。で、プラス、この全ての状態を表すことができる、が、規定の、数としては、こっちは3、この場合3で、こっちは8ですね。を、広げると空間が必要です。
で、規定としては、コインは、3つの方向、例えば0、1。で、場所に関しては、0、0、0から1、1、1の8通り。シフト演算子は、ある方向が、決まったんです。それの単位ベクトルと、この演算をすることによって、こっちにいたらこっちに行くし、例えばこっち方向だったら、これはまたこの1が0になって、こっち戻って、に転移できます。で、グローバーコイン、ここではこっちに行ってますが、その場合にはこういうふうに、ということが、わかります。では、作ってみましょう。で、まず、グローバーの単位演算子は、こうなるわけですけれども、こういう回路でいきます。これが、これと、同じなのか、すぐにはわからないようには、これ計算してみるんですね。これを、愚直にやると、こういうふうになっていて、に、4を入れた場合とちゃんと一致することが確認できます。で、次にシフト演算子を、このプログラムの内容はいいですかね。この通りやるとできますよと。で、何を意味しているかというと、先ほどのグローバー単位演算子に、このチュートリアルではここに X っていうのを書いてないんですけど、X を2回かければ、なかったことになるので、わかりやすく、ここでは X か。そうすると、これは0、0で、反転する。これ、X が1回、反転してるか、両方とも反転して、0だったやつはここで1になるからですね。1、1の条件でコントロールされて、反転するんだけど、実質的には0、0。で、今度は下側だけ、X が入って反転してるので、これは0、1で反転して、今度は、こっちは1、0で反転して、最後は1、1で反転する。できました。はい。ここまで、MC ですかね。シフト演算子と、グローバーの拡散演算子は、このように実行できます。で、そうか。さっきあれですね。方法の説明はちょっと言い忘れましたけど、4次元の超立方体やってます。だからこれ、1、2、3、4。0、1、2、3。4つあるの、そういうことですね。で、コインも、4つのパターンが0、1、2、3が出てくる。それぞれに応じて、それぞれの場所をひっくり返すと。ね。はい。これで実装できました。で、最終ゴールは、量子方向。何かに使おう。何に使うかというと、探索に使おうということです。で、グローバーと、同じで、何かこうマークできると。マークしたことが、マークできるとか、マークしたことがわかるような、手段は与えられている。その上で、あるグラフ上にマークした要素を、見つけるというアルゴリズムをゲートを考えて、はい、を考えて。マークした頂点集合は、何かこういう大きさで与えられていて、グラフ上の遷移行列は P とした。で、それから、そのユニタリー演算子として、W の P、ます。で、まず、頂点に隣接する、他の頂点の一様な重ね合わせ。ここ P の XY と書いてあるんですけど、この場合だから Y には依存しない。重ね合わせ状態をまず、このように考えます。で、X と Y を使ったものを規定として、このような、状態を考えます。Good の状態と Bad の状態。それは何かというと、この X とそれに隣り合う隣接する、辺の一様な重ね合わせ。状態を考えて、この場合は、X が
マークした集合にある場合をグッド。それから、X がマークした集合にない場合をバッド。で、G と B と表します。で、ここで比率が、まあ、M が分かってる。イプシロンという比率が考えられるので、ここで比率の代わりに、変換した角度として、シータというのを表し計算します。そうすると、アルゴリズムとしては、このようになります。まず、すべての重ね合わせ状態を先ほど使った G と B を使うと、G と B で全体を貼るわけですけれども、それぞれの、コントリビューション、重みが、サインシータ、サインシータを使って表す。ですね。これのうち、この X がグッドとバッドに入るものの比率からこのシータが決まってくるんですね。で、最初に重ね合わせ状態を作って、で、は、このイプシロンに応じた回数を以下を繰り返します。バッドの軸で反射です。それから、すべての重ね合わせ状態を軸にして反射。でも何度も繰り返して測定します。これは、ここにグローバーのアルゴリズム、サイトが書きまして、これと一緒ですね。ここで W と S プライムと書いてあるのが、この場合は、確かに B で反射するから、これがバッドですね。B ですね。で、これがグッド、探したい状態。で、最初の重ね合わせ U から、U から、これに対して、次これに対して反射すると、どんどん求めたいに近づいていきます。じゃあ、探したいものがいくつあるか分かんない場合どうするんですかというのはですね、参考文献に書いてある、ね、イプシロンが不明なときは、少しずつ小さいもので試してみましょう。繰り返し回数があるだから、少しずつ増えていくわけですが、そうして、十分小さくしても、見つけられなかったら、それはなかったというふうに考えましょう。というふうに書かれています。はい、先ほどの、アルゴリズムなんで、ごめんなさい。これはですね、B の方は簡単です。これは、その問題設定として、オラクルで、探したい状態っていうのを、まあ、すぐに、わかると。ちょっと具体的に言うと、探したい状態にマイナス1をかけるという操作は、与えられているというふうに考えていいですよと。そういう問題設定でした。一方ですね、すべての重ね合わせ状態に対して、反射をするというのは、これは、ちゃんと実装しなくてはいけない。ということで、これがどう実装できるのかというのを、アルゴリズム、文献4番書かれていますので、それを簡単にご説明いたします。まずは、先ほど出てきた X とそれに隣接するもので、このスパンとパラレル空間を表して、で、これちょっとひっくり返っているんですけれども、Y と PY でような空間を B と。で、それを使った反射を、リフレクションの A と B と言うと、して、WP をこのように A にしておきます。で、さらにですね、この何も、この重ね合わせ、隣接するものが、伝えられていない状態から、グラフに基づいて隣接するものの重ね合わせ、状態を作るという操作はできると。こちらに対しても一緒ですね。します。そうするとこのリフレクションというのはどういうふうになっているかというと、この D を使うと、最初この、グローバーディフュージョン、拡散演算子と同じですね。ここに、グローバーの場合は、アダマールがかかるんですけれども、アダマールじゃなくて、こういうふうに状態を作る
演算子が入ってて、定義できる。まあ、逆に言うとですね、ここは何かしら重ね合わせ状態を作る、ガマールゲートのようなものと思えばいいわけですね。まあ、こういうものが、与えられたとします。AU すべての重ね合わせ状態は、この WP の固有値1の固有ベクトルです。説明、理由は書いてなかったんですけど、これはおそらくですね、我々今から、やるのが、U に関する反射、というふうに定義しているので、U、これが、U に対する反射だから、U を、反射しても何も変わらない。実際に U に対して反射を行うというのはどういうことかというと、先ほどから出てきました。どれでいいかな？これですね。ここに関する反射というのは、これと直交するこっちの軸成分をマイナスにすると反射になっているということなので、U に対する反射というのは、U に直交する成分を直交しない、ものは何だろう。U は固有値1の固有ベクトル。だから、この状態。なので、直交するというのは、逆に言うと、シーターが0ない状態。なので、それに対してマイナス1をつける。このシーターが分かればいいということです。で、任意の入力。W っていうのがあったとして、これは、この W ですね。これの、固有ベクトルで展開することができる。適当なケース。で、あと、ここから、まあ、位相推定やるので、位相推定のアンシラーがある。で、位相推定をして、今、この操作を行います。具体的にどうやるか。言うと、この状態が取れたら、まず W はこれです。で、そうすると、この J で、展開しているので、この WJ に対応する位相が分かります。で、この位相が一個一個分かって、それの重ね合わせになるわけですから、このうち位相が0でないものがあったら、それにマイナス1をかけなさい。というマークをします。で、これが、最終的には、まあ、邪魔というか何度も繰り返し実行するので、これアンシラーは0に戻さなくてはいけないので、逆位相推定、あるいはその、逆計算、アンコンピューテーションと呼ばれる操作をすることによって、ここを元に戻すということをすれば、ここでいったらこれができると。これができれば、基本的に反射ができるわけですね。U に対する反射ができる。で、ちなみに、スペクトルギャップが、例えば、デルタというのが分かっているときには、これだけの回数、実行すればいいです。とが分かります。あれ、日本語が変ですね。ここまで、分かったので、先ほどのアルゴリズムが、ここに書いてありますが、こういうことをやればいいですよと。じゃあ実際具体的に4次元超立方体、先ほど出てきましたが、これに対して探索を、入手をやってみよう。どうすればいい？まず全ての重ね合わせ状態を作ります。ガマールゲートを使って作ります。で、次に、この B で反射と U で反射というのは、B の方は、位相を探したい状態で、それにマイナス1をかけるという操作。で、これは、探したい状態がちゃんと定義できれば実装できる。で、B の方は、U に対する反射だから、何をするかと、超立方体の、量子を含む実ステップ分の位相推定をします。で、
層が0でない状態にマークをして、逆位相を推定して、で、再度設定します。で、これを繰り返す。ね。はい。じゃあ、順番に。1はいいですかね。ナダマールゲート。で、2からいきます。2は位相楽を、かけ、あ、ちなみにチュートリアルはこの順番が、前後しているかもしれませんが、今回はアルゴリズムに沿った順番にご説明いたします。ここでは、設定、問題設定として1011と1111を探したとします。なので、1011と1111の状態に対して、マイナス1が、な回路を作ります。この0の部分にちょうど X が対応しているんですけれども、この回路で、ひっくり返す、ひっくり返すことができるのは、ここですね、ここに注目しましょう。そうすると、これは、ここ X ですけど、頭 R が、で、Z と。コントロール Z ってですね。で、これを行列で書くと、ここの部分、11の時にだけマイナスがつくという、この条件、コントロールの条件を満たした、まあ、あとここ1ですね。にマイナスがつくという回路になる。で、こっちは X が入っているので、ここだけ Z が入っているので、ここに移すということがわかる。で、これでアルゴリズムにも、位相楽。次が、位相推定。ね。その前に、その前に、位相推定するためには、フーリエ変換と、位相推定に逆フーリエ変換。ね。で、また後で逆位相推定の時には、フーリエ変換。それは、キスキットでは簡単に言えません。これだけ。ね。で、ここでは、逆フーリエ変換を、こんな回路になります。すぐできます。ちなみに、キスキットのチュートリアルの量子フーリエ変換、ページを見ると、こんな回路、フーリエ変換です。逆だから、こっちから見ていけばいいのと、それからあと上下が入ってますよね。でも、ここに頭があるので、コントロール U が。で、3つある。で、今度、これちょっとひっくり返しましょうね。2個あって、1個あって、その間にアダマルが。という構造が、なしであると。は確認できると思います。はい、簡単に、量子フーリエ変換は作れます。で、次に、位相が0。でないときにマイナス1をかけるというのはこういうふうに、で、こういう回路が、出来上がりましたが、これもちょっと見ていきましょう。で、マークなしっていうのは、全部が0。ね。かけ算の、どれかっていうんですかね。かけてるわけで。はい。かけたときに0のときとかけたときに1のときの94がどうなるか見ていきましょう。そうすると、こっちでは、は、X ゲートが入っているので、これ全部1に。で、そうすると、このプラスっていうのは X ゲートをかけることで、X、X、Z。XX は、それは X が2回振って、こうなります。トゲート。はい。で、これが1の時。これ、忘れました。位相を表す。位相推定したとかですね。時に、1になる時には、は XZX。となって、こうなります。で、これ、状態がどう変わるかっていうのをちょっと、
ちゃんと書いてみると、A たす B という状態だったのが、これになると A 引く B になって、こちらとマイナス A たす B。この間ではマイナス1倍されているというふうに考えることができます。もうちょっとアルゴリズム通りでしたければ、もう一回 Z をかけると、上のやつは、ここと上のやつになるし、下のはマイナスの元行列と。はい、で、きちんとマークできるということがわかります。はい。これで、アルゴリズム2の B の構成要素が、2つ説明できました。位相推定と、状態の。最後に逆位相推定。全部混ぜるとこんな感じで、で、次にこれどういう回路が出てくるかというのを見るんですけれども、そこで、一つ覚えておきたいのは、これは位相推定の回路ですね。これもキスキットの、ページから持ってきましたが、実際ここにコントロールユニタリーがあるんですけど、ここに指数がいっぱいついてますよね。で、2の0乗とか、次が2の1乗、点点点となって、まあ、こう、ビットの数だけ。べき乗があって、これ基本的には1、U1 乗、2乗、4乗、8乗っていうふうになっていくことが、わかりますが、つまりですね、ここではこういうのが1個回路ができますよと言ってるんですけど、実際にこの回路を作るっていうのは、大変というかですね、まあ、具体的に言うと結局これは1回これを使うし、2っていうと2回これを繰り返す。ね、4回繰り返す、8回繰り返す。いうことが、まあ、実質的にはそういうことになるというのを理解した上で、どんな回路ができているのか、こんな回路ができています。最初に頭。で、コントロールユニタリーのとこは、最初のやつは1個だけど、2番目は2個。3番目は2の3乗、2乗か、4個。4番は2の3乗で、四個。で、逆フーリエ変換と、ワークと、が入って、さらに、逆位相推定。では、フーリエ変換と、逆向きにコントロールたり、頭ある。かけるということで、こんな感じに、たくさん、この回路が出てくるというのは、先ほど、示した。この部分ですね。この部分は、結局、1個の回路というよりは、順番に行くと2倍、2倍、2倍というふうに増えていくので、こうなります。ということです。はい。これでアルゴリズム2の両方が解説できたので、じゃあ、全部ガッチャンコしましょう。ガマールで重ね合わせを作って、A、B を繰り返しますと。で、ここで、このプログラムでできた回路と、1番が2で、2の A が2の B。で、この例では、これを2回繰り返して測定しています。ここのですね、繰り返しが2回になっています。じゃあ、結果がどうなるかというと、こんな感じで、最初にマークしたいと言っていた状態の1011と1111が、その確率が高くなっていることが確認しました。はい、ここまでなんですけれども、ちょっとプログラム、コピペして、繰り返す回数、繰り返し回数を変えてみました。1回から8回ですね。これ最初に見たやつが2回です。で、1回と2回はですね、非常に高い確率でやられて、繰り返し回数を増やしていくと、だんだん小さくなって、で、さらにやっていくと、また大きくなって、この小さくなるということができます。じゃあ、もうちょっとですね、遊んでみようっていうので、マークするっていう回路を取っ払ったらどうなるか。何もマークしないとどうかというと、何回繰り返しても、確率は真っ平らですね。で、答えが止まります。この繰り返し回数少しずつ増やして、くっていうのは先ほどの答えが見つからなかった時に、どうしますかということですけれども、
まあ、こういう状況と、これをどんどん増やしても答えが出なかったら、マークされたのはありませんです。という答えればいいでしょう。というふうに書かれておりました。はい。以上説明してきたわけですけれども、最後に参考文献としてどういうものがあるかというか。1番は、量子ウォークの教科書です。で、2番は、よくわかんないんだけど、関係ないやつが混ざっていたのかなという気がしています。で、3番が、ちょっと論文のイントロをご紹介した、コイン量子ウォークとセゲディ量子ウォーク、透過性に関する論文です。で、4番目が、最後の、実際、どういうふうに実装するかというのの、やり方を書いてある論文になります。あとですね、その論文の、レクチャーノートなんですけれども、チュートリアル4章は、そこに書いてあるクォンタムルークアルゴリズムというところに、細かい書いてあります。で、平均方は読んだらよろしいかと思います。で、最後に、日本語で勉強したいという人はですね、この本が、いいのかなと思います。なぜかというとですね、この本が、チュートリアル、でやっている内容に近いとが書いてあるんです。最後にもう一つ、量子アルゴリズム何の役に立つんですか、量子ウォーク何の役に立つんですかというのが、まあ、研究レベルかと思いますが、この本では12章から16章で、こういったもの、なんかですね、量子ウォークの現象と同位体分離というものが、なんか、似ているという、同じと。そういうことが分かっているとか、シミュレーションをどうやりますか。ね。そういったことが、時系列解析に使えます。というようなことが書いてあります。こちらも気になる方は見ていただいたら、よろしいかと思います。はい。以上になります。ありがとうございました。